鳥取県で初めて1000人を超えました新型コロナウイルスについて新たな鳥取県での確認は過去最多となる1 0 8人島根県でも1000人前後での推移が続いています病床使用率の逼迫を受け鳥取県は BA5 対策強化宣言発出に向け政府と協議に入りました 鳥取県で新たに確認された感染者は、過去最多となる。千八人。保健所別で、米子が過去最も多い四百七十二人。鳥取市も過去最多の三百九十八人。倉吉は過去二番目に多い百三十八人です。感染確認の推移です。過去最多だった昨日より百二十六人の増加。一週間前よりも百五十八人増えました。 県内では新たに3件のクラスターが確認されました鳥取市の社会福祉施設で利用者と職員13人与那子市の保育所で関係者11人与那子市の高齢者福祉施設で入所者と職員8人の感染が分かりました鳥取県内のクラスターはこれで304例となりましたまた死者1人が確認されています この事態に鳥取県の平井知事はまた鳥取大学の方からこの感染急拡大をここでストップさせたいと思いますこれ以上いきますと本当に医療が逼迫をしてしまいます新規感染者数が初めて1000人を超え過去最多となったことを受けて鳥取県は今日対策本部を開き県内全域に感染急拡大厳重警戒情報を出すとともに。 b a 5対策強化宣言の発出に向け政府内閣府との協議に入りましたお盆の期間中のマスク着用を密を避ける換気などの対策を徹底するよう強く呼びかけ県主催のイベント4県の中止を決めました特に県西部での急拡大が顕著で病床使用率は西部が66%県全体が44%となっています また平井知事は職場での感染対策強化のため今日県内4市の商工会議所に緊急の申し入れをしました職場でテレワークや分散交代勤務を導入して出勤する人数を減らし密を避けることや空気の流れを意識した十分な換気などを求めています各商工会議所にです、ね、再度お送りしまして徹底に図ってです、ね、注意をしていきたいと思います 一方、島根県での感染確認は955人です。保健所管内別で松江463人、出雲194人、浜田87人、増田59人などとなっています。感染発表の推移です。昨日からも先週の水曜からも減ってはいますが、依然高い数字となっています。クラスターは7件発生です。 松江市の高齢者福祉施設と保育施設浜田保健所管内の児童福祉施設雲南保健所管内の医療機関出雲市の2つの高齢者福祉施設と医療機関でそれぞれ確認されましたまた新たに新型コロナ患者2人の死亡も確認されました松江市の上定市長はきょうの定例会見で市内の感染状況について先月同様 今月も高い水準で推移しているとした上でお子様が活発に動き回られる中で家庭内でですね、感染が広がっているという状況かというふうに分析をしておりまして10代以下の感染がその一因であると分析しましたまたお盆期間中については部屋のこまめな換気など従来の感染対策の徹底を呼び掛けました あの松江市としてです、ね、何か行動制限をかけていくというふうな方針ではございませんで、あの社会経済活動とこの感染予防対策の両立を図っていくということが重要かと考えております。